まずは心を燃やすんや。自分の心の声を聞いて、やってみたいんだ、やってみる。楽しそうやったら動いてみるんや。そうやって心の声を聞いて、心の声を叶えていく。そうするとあなたの心は燃えるんや。そしてそういうことですよね。はい、どうもこんにちは。子供の心に火をつける MC ミスターおかっちです。親子で学べる生き方の授業を本気でやってます。チャンネル登録よろしくね。ということで今日紹介する熱い言葉は、自ら輝くスターになれです。キラキラ輝いて人気者になりたい人、そして毎日を楽しく生きていきたい、そんなあなたは必ず見てください。絶対に後悔させません。あなたが最高のあなたになります。早速、自己紹介させて。誰やねん、おかっちのことを知らない人もいるやろ。だから自己紹介するよ。おかっちは、I am a star. I am a star. I am a star. おかっちはスターです。星です。そしてスターを作る人、スターを作るお仕事をしています。そう、スターを作るために今おかっちはマイクを持ってここで語っています。そういうことね。そもそもスターとは何ですか？スターって何？二つの意味がありました。辞書で調べてんおかちな。まずは一つ目。はい。自ら輝く星。これおかちね、辞書を調べるまでわからんかったんやけど、星ってね、他の星の光を浴びて反射して光っている。そういうふうに思っていた。でもね、夜空に輝くほとんどの星はな、自分で光ってんねん。知ってた？自ら輝いてんねんな。目に見える光、な、目に見える光放ってるやろ？で、その星っていうのは、目には見えないところで、物質と物質が合体したり、衝突したり、爆発したりして、すんごいエネルギーを出すんやって。そうすることで、光り輝き続けている。つまり星っていうのは、自分で光を放ってんねん。自ら輝いてんねん。これが一つ目。そしてもう一つの意味。スターの意味ね。それは、世界を輝かせる星。ね。星のほとんどは自分で輝いているんだけど、その輝きあって、お互いが輝き合うことで、こうやって光と光の輪っかがどん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 大きくなって、世界を輝かせている。自ら輝くことで、周りの星たちをも輝かせる。それが星。なんだって。つまり、ミスターおかちは、I am a star. 星でしょ？私は星なの。つまり、星を作る人、星を作る仕事をしています。だからおかちは、自分で輝いて、世界を輝かせる、そんな人を育てたい。そんな人を作りたいと思っているんです。だからおかちは今ここにいます。じゃあどうやって？どうやったら、自分から輝けるのか、自分で光を放てるのか、それだよね。二つあります。ですか？輝く方法は二つあるんです。それがこちらでしょう。ちょっと矢印大きくなったな。はい。はい。いいですか？二つあります。まず一つが、心を燃やす。そしてもう一つが、ライフスキルを高める。これだよね。まずは一つ目。心を燃やす。いいですか？
目に見える光を放つには、目には見えない心を燃やすことが大事なんです。いいですか？あなたには心があります。はい、ここに心があるでしょう。はい、その心を燃やすことで光り輝くことができるんです。もう少し詳しく言うと、心を燃やすっていうのは、まずは心の声を聞く。いいですか？心の声を聞いてますか？やってみたいとかね、楽しそうとか、これ好き、これ嫌い、楽しそう、おもんなさそうとかね、なんかムカつくとか、心がね、叫んでるやろ。聞こえるかい、あなたに。その心の声を聞くということやな。もっとやってみたい、もっと知りたい、楽しそうとかね、そういう心の声を聞くということ、これが一つ目。そして心の声を叶えるということ。やってみたいんやったらやってみる。なんかあそこの石反対にしたら面白そうって思うから、テクテクテク歩いてって石を反対返しにしました。じゃあなんかダンゴムシとか出てきて楽しいなみたいになったり、あ、シュートが上手くなりたいって思うんやったら、シュートの練習をしてシュートが上手くなるとか、そういうこと分かる？自分が楽しそうと思うこと、やってみたいと思うこと、知りたいと思うことを図鑑で調べてみたり、練習したり努力したり、実際に動く、行動する、実験する。そうすることであなたの心の声が叶っていくでしょう。わかるかい？そうやって心の声を聞いて、心の声を叶えることで、あなたの心は燃えるんです。ぼわーっと。いいですか？そうすることで、あなたは燃えるんです。こんな感じで。そしてもう一つ。目に見える学力とか能力を学校で発揮するには、目には見えないライフスキルを高めることが大事なの。いいですか？この世の中には二つの能力があります。はい。まず一つが学力。そしてもう一つがライフスキルだよね。この学力っていうのは簡単。学校のテストでやるやつやな。漢字をどれだけ書けるかとかな。英語とか算数とか計算とか、あとは、足がどれだけ速いかとか、ピアノがどれだけうまく弾けるかとか、そういうやつ、学校のテストとか試験とかで測るやつや。学校で勉強するやつが学力。そしてもう一つ。これが大事。これが、ライフスキル。このライフスキルっていうのは、目には見えへんけど、めちゃくちゃ大事な生きる力。学校のテストではあんまり出えへん。例えばね、友達を作るテスト。ありました？自分のことをどれだけ信じているか。そんなテストあった？失敗した時にどれだけ立ち上がるか。そんなテストってなかったよね。そうなの。これがライフスキル。ライフスキルっていうのは、テストでは測れない、学校ではあんまり習わへん、ライフスキル、生きる力なの。これがね、ものすごく大事。四つあるね。四つな。まずは一つ。自分とつながる力。これは、自分がどんなことが得意なのかな、どんなことが苦手なのかな、何が好きで何が嫌いなのかな、将来はどんな人になりたいのかなっていう、自分のことを知る。そして自分の気持ちをコントロールする。不安になったり心配になったり、その気持ちをコントロールする。それが自分とつながる力。これが一つ目だよね。そして二つ目が、人とつながる力。そうだよね。相手のことも大事にしながら、自分が本当に思っていることを伝えるな。でも自分も我慢するわけじゃなくて、相手のことを無視するわけでもあらへん。相手も大事、でも自分も大事。それで話を伝えたり、話を聞く。こういうのが人とつながる力。そして三つ目が、夢を実現する力。自分がやりたいゴールがここにあったとして、な、今スタート地点ここでしょ。じゃあゴールまでどういうふうに行ったらゴールに行けるのかなって、自分でな、道を作っ
って進んでいくんです。計画を立てたりな、その計画立てたことを毎日やっていく。例えば1ヶ月後の漢字テストがあるな、漢字テストにまで、30個覚えなあかん。だから毎日1個漢字を覚えるって計画して、それをやっていく。それが夢を実現する、目標を達成する力なの。これが3つ目でしょ。そして4つ目な、問題を解決する力。トラブルがある、問題が出てきた、苦しいことがあった、難しいことにぶち当たった時に、それをどうやったら解決できるかなって自分で考えて、考えたことを行動する。これが問題を解決する力だってさ、学校でもお家でも僕たち生きていたらいろんな問題あるよね、あるよね。どんだけ頑張っても試合に出られなかったり、めちゃくちゃ勉強したけど100点取れなかったり、うーわあと1週間でこんなたくさんの宿題できへんってなったりさ、いろんな問題あるでしょ。そういう問題を自分で考えて、時にはいろんな人の助けを借りながら一つ一つ解決していく。これが問題を解決する力です。いいですか。これがライフスキルなの。目には見えへん、でも大事やろ、大事やろ、そうやろ。自分が何が好きなのかを知って、そして人のことをも大切にしながら自分の気持ちを伝える、そして自分の目標とか夢を実現させていって、いろんな問題を解決する。これがライフスキルなのな。もちろん学力も大事だよ。でもな、このライフスキルがものすごく大事やんね。なぜなら君たちが学校でいろんなことを勉強してるね。学力、いろんなこと勉強してる、知ってるよ。な、いろんなことを勉強して、どれだけテストの点数が100点高かったとしてもやね、ライフスキルが低かったら、ライフスキルがこれぐらいしかなかったらな、あなたの力はこれぐらいしか使えません。いいですか？学力がこんだけあっても、ライフスキルがここだったら、自分の力を活かせないの。そうでしょ？例えばね、どれだけ英語の単語を覚えていて、どれだけ英語のことをお話しできたとしても、目の前の友達が今悲しいのかな？今嬉しいのかな？今話しかけていいのかなって、相手の気持ちのことを考えずに自分が言いたいことだけぺちゃくちゃ話してたらどうなる？友達にはなれないでしょ。そうだろ。さ、例えばさ、どれだけ練習でやで、練習でシュートがたくさん入る、練習でシュートがたくさん入るけどな、自分とつながる力、自分のことを信じる力、つまり自信がなかったら、いや僕がシュート打っても外れるわ、打たんとこうと思って試合で自分の力を発揮することができません。いいですか。わかる？君たちがどんだけ学校で勉強していて、どんだけいろんなことを学んだとしても、ライフスキルがなかったら、それを学校でも、学校卒業してもどこでも発揮することができへんねん。生かすことができへんねん。だからライフスキルが大事やねん。いいですか？まとめるよ。ここまでまとめるよ。ミスターオカチ。ミスターオカチは、I am a star。ね。僕はスターです。ね。スターを作る人、スターを作ることを仕事にしています。そしてスターとは何か、いいですか？スターとは自ら輝く星。自分で輝いて、そして世界を輝かせる。それがスターなの。それがスターな。それがスターな。そういうことね。そしてどうやったら輝けるのか、いいですか？輝くためには、目に見えない心を燃やすことが大事。そして目に見える能力を生かすには、目には見えないライフスキルを高めることが大事。いいですか。ここまで分かったかな。ここまで分かったかな。いいですか。じゃあちょっと待って。しゃ、いいですか。だからあなたに伝えたい。自分の心を燃やそう。そしてライフスキルを高めるんや。いいですか？あなたの心が燃えることで自ら輝くね。
ライフスキルを学ぶことで持っている能力とか勉強したこと、知識とか生まれ持った魅力とか才能とかを社会で使うことができんねん、輝くことができんねん。いつでもどこでも自分らしく、スポーツをやってる時だけ、テストを受けてる時だけじゃない、いつでもどこでもどこに行ってもあなたらしく輝くことができるねん。心を燃やす、それはあなたの本当に思ってる心の声を聞くということやな。やってみたい、楽しそう、それをやってみる、動いてみる、実験してみる、行動してみる、そうやって心の声を一つ一つ叶えていくね。そうすることでバーンってエネルギーが出てきて、エネルギーが燃えて出てきてな、こうやって自ら輝き出すんや。そしてもう一つ、自分の心の声を叶える、夢を叶えるためにはライフスキルが必要や。そうやろ、学校のテストだけどれだけ良くてもあかんねん。いいですか、ライフスキルを高めることが必要やねん。どんだけを漢字を覚えるかだけじゃない、たくさん漢字を覚えることじゃなくて、どうやったら漢字を覚えることができるだろうって考えることが大事やねん。いいですか、どれだけシュートが上手くなるのか、シュートが上手くなることが大事なんじゃない。シュートを上手くなるためにどういう風な目標を立てて、どうやって進んでいくのかっていう夢を実現する力が必要やねん。どんだけ自分が言いたいことを話す、話すだけじゃないねん、相手の心を聞かなあかん、人のことも考えた上で話さなあかん、これは全部ライフスキルやねん。だから学校の勉強だけじゃない、学校の勉強の目に見えないライフスキルも一緒に高めていこう。でもそれは大丈夫や、ここにいるミスターおかちはライフスキルの専門家、つまりプロフェッショナルや、世界でライフスキルを学んできたな。だからこのチャンネルを見てもらったら、あなたは自分とつながる力、人とつながる力、夢を実現する力、そして問題を解決する力を漏れなく学ぶことができる。だからこれからもずっとこのチャンネル見てほしい。いいですか、まずは心を燃やすんや、自分の心の声を聞いて、やってみたいんだけどやってみる、楽しそうやったら動いてみるんや、そうやって心の声を聞いて心の声を叶えていく、そうするとあなたの心は燃えるんや。そして目には見えないライフスキル、それもぐん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 高めていくことで、ね、自ら輝き、そして世界を輝かせることができる。 OK? 自ら輝けば世界は輝くんや。心を燃やそう、命を燃やそう、 I am a star、 そして You are a star、 俺はあなたが自ら輝いて、そしてこの世界を輝かせることを心の底から応援してます。